ミラン戦先発の南野拓現地メディアの評価は上々。中盤の位置から良いプレス。ミラン戦に先発したリバプール FW 南野拓は現地メディアから上々の評価を受けている。チャンピオンズリーグ CL グループリーグ最終節でミランと対戦したリバプール。 敵地で先制される展開となったが、36分にモハメド・サラーが同点弾。そして55分にリボック・オリギが逆転弾を沈め2対1で勝利。全勝で決勝トーナメント進出を決めている。南野は前節のポルト戦にゼロに続き、2試合連続の先発出場。 この日は中盤3枚の一角として3度のチャンスメイクの他に41本のパス成功率81%を通すなど存在感を放っているゴールライブより現地メディアリバプールエコーはそんな南野を7と高評価寸評では中盤の一から良いプレスをかけていたが CK のクリア失敗が先制点につながった。後半の30分は前に出て活躍しているとし、失点には絡んだものの、全体的に好プレーであったとしている。なお最高点はイブラヒマ・コナテとアレックス・オックスレード・チェンバレンの8となった。その他、スカイスポーツは南の王6と採点。 最高評価は、先制点のサラーで、8位となっている。南野匠は、終了間際に交代、リバプール6連勝。欧州チャンピオンズリーグ、AC ミラン、12リバプール1次リーグ、B 組の日、ミラノ。写真、リバプールに敗れた、AC ミラン、ロイター。 FW、南野匠が所属するリバプール、イングランドはアウェーで AC ミラン、イタリアに2対1で勝利した。11の後半10分、リバプールの FW オリンが勝ち越しゴールを決めた。南野は無得点で後半48分に交代した。 リバプールは6勝、AC ミランは1勝1分け4敗となった。得点経過前半29分、AC ミランともり前半36分、リバプールサラー後半10分、リバプールオリギ、リバプール死の組全勝突破、敗れたミランは最下位で敗退。 先発の南野拓海は終了間際に退く。現地時間7日、チャンピオンズリーグ CL はグループリーグ第6節が行われ、グループ B では南野拓海の所属するリバプールが敵地産シーローでミランと対戦した。開幕5連勝ですでに首位通過を決めているリバプールはターンオーバーを採用し、 サラー、マネ、アリソン以外は普段控えのメンバーを起用。南野も先発メンバーに名を連ねた。一方、突破のためには勝つことが最低条件となっているミランは当然のようにベストメンバー。1トップにイブラヒモビッチが君臨し、2列目にはブラヒム・ディアス、クルニッチ、メッシアスが起用された。 普段戦っているメンバーとは、ほぼ総入れ替えに近いリバプールは、連携不足から来るミスが散発。前線のサラーと真似にいい形でボールを供給できず、選手たちの表情からも、やりづらさを感じさせた。そんなリバプールの隙を突きたいミランだが、サラー、真似を含む前線からのプレスに苦戦し、 前線の起点となり得るイブラヒモビッチには屈強な粉手がきっちりと体を寄せて自由にさせず前線でボールが収まらないミランに対し徐々にこのメンバーでの戦いになれ始めたリバプールが主導権を握り始めるそんな中で先手を取ったのはミラン29分右 CK をメッシアスが 左足でニアサイドに蹴ると、ロマニオリは触れなかったものの南野のクリアが空振りに終わり、ゴールに向かうボールをたまらず、GK アリソンが弾く。これを目の前にいたトモリが押し込み、ミランが待望の先制点を奪った。しかし、リバプールもすぐに反撃。36分、オックスレード、チェンバレンが、 バイタルエリアでドリブルを仕掛けてシュートを放つ。これは GK メダンが弾き返したが、こぼれ球にいち早く反応したサラーが押し込みリバプールが試合を振り出しに戻した。追いついたリバプールが再びペースを握るが、1一のまま前半終了。迎えた後半、勝ち越したいミランに対し、 リバプールも攻撃の手を緩めない。48分、ペナルティーエリア手前左でボールを受けた南野が前を向いてそのまま右足を振り抜く。しかし、これは枠を捉えきれずゴール上へと外れる。さらに55分、自陣ゴール前でボールを受けた、ともりのトラップミスを真似が奪ってそのままシュート。 これは GK メダンが弾き返したが、このこぼれ球をオリニが頭で押し込み、リバプールが逆転に成功する。これで突破にはあと2点が必要となったミランは、59分、ビーディアスとトナーリを下げて、ベナセルとサレマーカーズを投入し、65分にはカレルを下げて、フロレンツを投入。 逆に、リバプールは64分、サラーと真似がお役5面となり、ケータとゴメスが投入される。1点リードのリバプールが試合をコントロールする中、南野は献身的な動きでボールを引き出し、前線と中盤のリンクマンとして機能。80分には折り木を下げて、 ファビーニョを投入し、守備を強化して逃げ切りを図る。83分に、クルイッチを下げて、バカ横を投入したミランは、85分、そのバカ横のスルーパスに抜け出したケシエが、GK アリソンと1対1に。しかし、ジップキックでのシュートは、アリソンが肩に当ててブロックする。その後も、攻勢に出るミランだが、 逆に、リバプールが、カウンターから3点目を奪う決定機を作り出す。しかし、オックスレード、チェンバレンが抜け出した決定機は、DF 必死の戻りもあって、枠外へ。終了間際には、南野とネコはウィリアムズを下げて、若手を投入し、時間を使ったリバプールが、グループリーグ6戦全勝を果たした。 敗れたミランは高い場の結果で4位に転落することとなった。試合結果、ミラン1にリバプール。得点者、ミラン、ともり29分。リバプール、サラー36分。折に55分。南野匠が93分間走りまくったリバプール。 プレミア勢初の GS6 連勝。通ンミスで逆転負けのミランは最下位で敗退が決定。CL。現地時間12月7日に開催されたチャンピオンズリーグ。CL のグループステージ最終節。B 組で南の匠が所属するリバプールがセリエレで首位を走るミランと、 敵地さんシーロで対戦した。画像ヘッドで勝ち越しンを奪った、折り木に笑顔で駆け寄る南野。すでに首位通過を確定させているリバプールは南野が CL では2試合連続のスタメン出場。インサイドハーフに入る。先制点を奪ったのは勝てば高い場 ポルト対アトレティコマドリーの結果次第で逆転でのグループステージ突破の可能性があるミラン。29分ニアサイドへの CK を南のが処理できず、こぼれてきたボールを GK アリソンが引いたところを DF と森が押し込んだ。だがその7分後リバプールがすぐに振り出しに戻す。オクスレイド、チェンバレンが切れ込み。 強烈なシュート。GK メダンが引いたところ、サラーが詰めてネットを揺らした。さらに55分、ともりのトラップミスをついてボールを奪った真似がシュート。GK メダンがセーブしたところ、オリギがヘッドで押し込み、勝ち越し点を奪う。前半の走行距離が62.7キロとチームトップだった南野は、 65分にサラーとマネがベンチに下がったタイミングで左ウィングにポジションを移す。決定的な役割は果たせなかったが93分までプレーし、その活動量でチームに貢献した。試合はこのままニーチで終了。リバプールがプレミアリーグ勢では初のグループステージ6連勝を達成した。 一方、敗れたミランは、最下位でグループステージ敗退が決定した。